はい、皆さんこんにちは。ジーランチャンネル始まりました、ゆうすけです。今回は MCD の T シャツ特集ということで、はい、たくさん新作も入ってますのでご紹介していきたいと思います。じゃあ行きましょう。お願いします。はい、じゃあ、T シャツ着替えてみました。サンダーモチーフのボックスロゴ T になるんですけれども、まずやってもらっていいですか。ボックスロゴ綺麗に、はい、刺繍で乗っかってます。綺麗に、はい、こんな感じです。で、そんなモチーフのデザイン性も入っております。はい、で後ろはこんな感じですね。シンプルな感じでワンポイントにデザイン入ってるぐらいですね。はい、袖はここに1個刺繍でスペードマーク入っております。はい、こんな感じで、T シャツになってます。で、これメイン100になってますので、すごくね、着やすくなってます。はい、で、サイズ感は普通サイズで今 XXL を着ております。はい、ぜひ黒も2色あるのでぜひチェックお願いします。次いきます。じゃあ次着替えてみました。パイルの T シャツになります。はい、デザイン性はまずここワンポイント刺繍入っております。はい、で後ろこんな感じでシンプルな T シャツになっていて、はい、パイルのこのデザイン性がしっかりね、綺麗に入っている T シャツになってます。で、パイルって結構厚いイメージあると思うんですけど、意外と薄いんですよね。はい、じゃあ自分も結構年々買ってるんですけど、今年のやつが一番薄いです。はい、結構改良されてるので、そういった部分も見ていただければいいかなと思います。で、白と2色あります。はい、で、XXL 今これ自分は着てるんですけれども、はい、セットアップもね、ご用意していて、そのショートパンツと合わせてセットアップで着ていただいてもいいかなと思います。画像を載せとくんで、ぜひチェックしてください。はい、こんな感じです。はい、じゃあ最後着替えてみました。まずこのサイズが XXL 着ております。はい、で、デザイン見てもらいましょうか。いいですか。はい、こんな感じでストライプが綺麗に、この MC の文字がたくさん入っております。はい、で、袖ここ刺繍が、これ同色刺繍入ってるんですけど、あつ森、あつ森、めちゃくちゃあつ森ケンジもうなずいております。あつ森デザインになっております。はい、こんな感じで入っていて、後ろはシンプルな感じですね。はい、で、かなりシャリ感のある T シャツになっていて、吸水速乾もついております。なので、夏に本当に着やすくなっておりますので、ぜひ皆さんチェックお願いします。で、白も2色あって、あの白もストライプかなり綺麗に入ってますので、そちらもぜひ画像でチェックしてください。よろしくお願いします。では以上です。はい、番外編で自分が履いているパンツ紹介したいと思います。じゃあ、金さん寄ってください。サイドラインのパンツになっていて、こんな感じでプリントで入っています。はい、で、こっち向きますね。はい、こっち側に関してはここ刺繍入ってます。モアコアディビジョンって感じで、はい、MCD の、はい、しっかり入ってます。で、後ろ向きますね。後ろ結構シンプルなタイプになっていて、これはユースケ XL を履いております。はい、こんな感じですね。非常にあのストレッチ効いて楽に動ける感じなんで、ぜひよかったら皆さんチェックしてください。はい、あのグレーもありますんで、ぜひそちらも見てください。以上になります。皆さん動画見ていただいてありがとうございます。MC 新作たくさん入ってますので、これからたくさん見てください。次の動画に関しては、ブラちゃんとカップルコーデしたいと思いますので、MC の T シャツを使って、はい、カップルコーデいたしますので、ぜひチェックお願いします。はい、またあのインスタグラムも、ユースケのインスタグラムもぜひチェックしてください。ということで、この動画が良かった人は高評価、あとチャンネル登録もお願いします。ではまた会いましょう。ありがとうございました。